皆さんこんにちは。麻雀スリアロチャンネルプレゼンツ残企業リーグ2024、本日レギュラーシーズン第3節の4試合目、全体第36回戦お届けしてまいります。本日の対局はカジノブ、アルタイルジャパン、山本リオ軍団、以上3チームの対局ということになります。実況タクシー残リーグ所属柏本亀、そして解説にはニュージェネレーションチームより、いよみさんにお越し、いただいております。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、16チームのうち上位6チームだけが準決勝に残れるというちょっと厳しいレギュレーションになってるんですけども、はい、第2節全員が6試合終えた時点での、はい、今回の、このメンツの、順位をお伝えしていきますと、はい、まずは、ニュージェネレーション、はい、グループさんが、はい、マイナス45枚での、16チーム中15、ちょっと苦しい展開が続いてますね。苦しいですね。はい、そしてこれから対局するカジノブが、その、1枚差のマイナス46ということで下位が、この2チーム固まっていると、はい、で山本リオ軍団もマイナス38なので、まあ、チップここは、3チームはそこまでチップ差はないんですけども、はい、アルタイルジャパンが、はい、今プラス18枚ということで、1人抜け出ちゃって、抜け出してるんですよね、はい、これもしかするとアルタイルジャパンの足を引きずる、はい、こうずるずるって、はい、いやもうやるしかないですよ ね、 ここすよね。やるしかないですね。いやこれアルタイルジャパンからするとちょっと嫌なメンツにぶつかってるなって感じがするかもしれないですね。まあまあそうかもしれないですけど、まあでも結局多分みんな自分第一にはなるんで、ね、はい、まあまだまだ半分経ってないですもんね。そういうことですね、はい、全然です、全然、まあ、純粋に麻雀を追い求める、はい、まあ、こうやってトップを追い求める立ち回りになりそうですね、はい、はい、では、ニュージェネーショングループいよりさんとともにお届けしてまいります。今回の、第36回戦出場選手をご紹介していきましょう、はい、まずはチーチャスターとカジノブからハル、ナンチャスターとアルタイルジャパンからムッチャ、チャーチャスターと山本リオ軍団からチーズというこの3名での対局ということになります。まあ、春むっちゃんは、はい、まあ、女流のリーグ、まあ、クイーンズカップとかでも出てますし、はい、あので春むっちゃんともにA1 選手なので、そうですね、はい、まあ、皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、この山本リオ軍団チーズですけど、はいはい、企業リーグ、初戦、はい、ここがもうデビュー戦だそうです、ね、そうです、はい、で手元の資料秘密兵器って力強く書いてあるので、はい、どのぐらいの破壊力あるのかっていうのをちょっと期待しながら、なんか事前にちょっと聞いた感じだと、はい、なんかかなり達者、達者って言ったらなんか言い方あれですけど、はい、かなり強いって事前情報聞いてますね、はい、ただ裏側でちょっと話聞いてると、はい、かなり緊張しいな感じがしました発揮できるかみたいな、はい、もうもしかすると、はい、ね、企業リーグの空気に飲まれる可能性もあるかなと思います。そのあたり注目して見ていきたいと思います、はい、第36回戦まもなく選手の入場です、はい、まずはチーチャスターとカジノブからハル、さあおなじみザンリーグといえばこの方というザンの顔ですね。ただ今季は2着3着5枚マイナス23と苦しい展開が続いています、うんうんうん、続きましてナンチャスターとアルタイルジャパンムッチャ、2024前期関東 A1 に昇格しました初の女性選手ということで期待が高まっています。前回の対局ではプラス12ポイントのトップを獲得しています。お、そしてシャーチャスターと山本リオ軍団チーズ、さあこのこれ全員同じ、ね、寄せてきましたね何か後ろで会話ありまして、そして山本リオ軍団の自らの、ポジション T シャツに入っています、ユニフォームに入っていますそのマークを指さしての入場、はい、さあ秘密兵器ということでどんな対局になるんでしょうか。楽しみですね。さあカメラ調整の後対局開始となります。しばらくお待ちください。やったカジノ酒パチンコスロット麻雀競馬競艇 BJ ポーカーバカラバカラ、海外カジノを中心としたギャンブル系コンテンツを無料配信中。全国のギャンブラーよ、カジノブへ急げ。まずは概要欄へ急げ。さあ対局開始となります。ポンの一局親番はカジノブ春ドラー9層です。メンツご紹介しましょう。チーチャに春、ナンチャにアルタイルジャパンムッチャン、シャーチャに山本リオ軍団チーズ、以上の面々での対局となります第36回戦です。さあまずはハイパイ、春
花灰1枚抜いてご覧の格好、A統一、ピントがいいですね、はい、そしてむっちゃん、これはいいシャンテン、ドラ9走が統一になりました。まっすぐ行きましたね、4連携残して。そしてチーズはいきなり、え、これちょっとちょっとなんかみんないいシャンテン、秘密兵器がちょっとかなり今出てましたけど、秘密兵器っぽいとこ。でもナンもちもちですね、ナンもちもちですね、これチートイツのイーシャンテンにもなった、ね、春は、薬灰が2つ重なる炭酸像を払って5ブロックですね、はい、なんもちもちということになるとむっちゃんこれ面前にほぼなりそう。むっちゃんチーズさんは意外とこれ春さんがリードしちゃうかもしれないですね。なるほど、まあ自敗に頼っているとということですが、これどうしますか。うーん、でももう両方全部切っちゃってますからね、切るしかない。あそこでね、パーピン残してっていう手もありましたけどね。はい。さあ、ここは、じわじわと追いついていく親番の春。春さんが結果的に一番いいですね。最終形強いですよね。ペーチュン全員山。これで、本一発欲しい。どっちだ？これ難しいですね。パーピン2枚飛んでます。これ、想像かなり悪く見えますね。あー、なるほど。2人が、なるほど。そうしましたね。これもう、春さん、天敗だ。あ、天敗だ。急走と何のシャンポンリーチ、先生はアルタイルジャパン、むっちゃん。変な川ですよね、これ。奇妙ですよね。3ピン切って。ああ、これ打ちづら。あ、でもいった。強いわ。いや、これは素直に行く。親番ということもあって、ここは強気の選択。これは強いですね。さあ、春が求めているチューンが1枚、チーズの手元に入っています。はい。しばらくは出て、あ、チューンが出ます。チューン出た。ポンしてテンパイ、これチーソー切ってのウッパーピン、かなりいい街に見えます。リャンピン、うわ寒い、リャンピン寒い、ウッパーピンは全員山ですね。あ、1枚か、場に2枚飛んでいて、はい、ウーピンがむっちゃんのところに1枚、ああ急走勝負に行ったところ、うわーリーチ、ドラさん、赤さん、ハネマンの上がりはむっちゃん、話してたら掴んじゃいましたね。いや、これかなり薄いとこだったんですけど、なんかもちもちだったので、そうですね、いやむっちゃんあわやというとこだったんですが、ここは先に急走がいてくれましたというのがアルタイルジャパン目線、 そうですね、そしてなんてとこ引くんだというのがカズム目線という統一局、ね、相当パーピンに感触持ってたでしょうから悔しいでしょうね。そしてチーズ、またこれシャーアンコペイ統一とはいえですね。怖いですね。春、これを花灰2枚抜いてというところですね。ドラが引け、また急走になっています。トンの2曲です。親番はむっちゃん。じゃあ、むっちゃんは役ドラゴですね。形が悪いですけど。本当だ。ポン、はい、ポン、ドラゴ、はい。はい。まあ、嘘を使えればですけれど。はい。でも、役ドライオンでもハネマンですから ね。強烈なハイパイ入っています。はい、まあ、春さんは結構いいですね。ただこれちょっとナンが1枚飛んで、でもまっすぐスーソー行きました。はい、ナンは、春からするとおたかぜになります。薬杯ではありません。はい、むっちゃん2目のターツができた。これでウーソーも使い切れるかという格好です。チーズさんチートイツのいいシャンテンになりました。まあ、全体的にさばきの難しい手が3者に入ってますね。いや、これ3人難しいですよね。あ、これでリャンゾーリャンゾー、はい、うん、はい、かなりシンプルになりました。そしてこれで、お、ローソー先に切った。チーさん、スーアンコのイーシャンテン。決めましたね、もう。E1 ペイ。E1 ここ、今1枚飛んだ。はい。E1 ペイ3走。ペイだよ、ペイだよ、テンパった。早っ。いや、これリーチだ。スーアンコ、秘密兵器。秘密兵器来た。E1 と3走、1枚ずつ山にいますね。山に2枚。あー、これ。いやー、鮮烈な企業リーグデビューとなるか。決めれるか。むっちゃんこれ絶対全部いっちゃうな。むっちゃんこれ絶対全部いく。どうだ、つもぎギャトーン。はるさんはちょっと苦しい。いやー、これどうする。あ、これ、どれ選ぶ、吐くかな、安全度高めに。さあ、どうだ、あー、吐く。これでもう一枚吐くを切って、むっちゃんはサブローピンの二度受けも、あら、これでさらに広くなる。さあ、そんなこれ三層と E1。三層と E1。これ三層と E1 って、はい、春、もう E1 下手すると。E1 はちょっと危ないですね。なるほど。うわ、9層だ、これ。これ薄いんですよね。ウーピンがないんですよね。あ、いった。いった。うわ、またこれも強烈なめくり合いになる。え、3、これ、スーピン、ウーピン、ウーピンはない。スーピン2枚。そうですね。
数え2対2 2対2片谷3あんこ片谷数あんこ3あんこ対数あんこ情報をむっちゃんは積もったら12本ですね。トリプル、はい、うわこれどっちが上がっても強烈ですよこれハルさん一つもいいことない、いいこと何一つ嬉しいことがない横移動だけですよね。嬉しい横移動だけ、はい、さあどうだ3層いいわローピン違う役満と親トリプルの対決なんてとこに巻き込まれてるんですかそしてかわいそうなカジノブ手詰まった、いや手詰まってはあえない数層数層取ってるローピン、あ現物、はい、どうだ生きるか、あツーピンだ、いやこれは、親のむっちゃの中にリーチ初ドラさん赤さん花裏倍満までか、倍満まででしたねこれは、2万4000の上がり積もったら親の数、ね、いやちょっと苦笑いチーズいきなりはできすぎかもなって思ってるらしいですね。あまあまあでもね、でも上がりたいな、欲しいよな、ニヤバだよ、いや本人役満転敗、あわや1万初上がりが1万2000 2万になるところでした、ね、いやちょっとインパクト強烈ですよこのゲーム放送対局初転敗役満、役満1年くらい喋れそうですねちょっと自分なエピソード強め、強めのエピソードですよねさあ場面トンの2曲親番がむっちゃんれんちゃんです、1本バードラはウーソーです、はい、まあ、このウーソーザンリーグすべてあの語が赤になっているので、はい、この赤ウーソーというのはまあリャンハンの、はい、いわゆるドラドラになるというふうに捉えていただきたいと思います。持ってるだけでマンガンハネマン狙えますね、はい、まあ、こういう時の方が高打点出やすいですよね、なんかこういう時にウーソーアンコインしてる人がいるともうそれだけで倍満ですもんね、すごいダマ点飛んできますからねうーん一番勝つのはチーズさんですね、そうですね、さあ春は直風のシャアを抱えながらの進行、はい、こちらもダブトンまだこれ重なったら嬉しいところですね、そうですね、さあチーズこれチーピンが縦になったんですが、ここでメンツ234のピンズを、固定しました、はい、一通を見てるってことですかね、結構打点派なんですね、じゃあこの後に移るこの、手配ですね、ここはリャンゾーとせずにということですね、はい、そういうことですね、はい、はい、受けは被ってるけどここはリャンピンでしたね、ここまた難しいですね、これも選択です、まあ、リャンゾーが素直にも見えますけどね、ピン風確定応急走、応急走これ一番広いですね、テンパイが、まあこのリャンゾーマイクついてよし、はい、はい、ピンズ伸びてもよしと、はい、何テンパってもリッチするってことでしょうね、そして春はこれ9ピンを持ってきたところ、はい、春さんツモが効かないんでね、ちょっともう守備も考えてるかもしれないです、まあなるほど、この順目でここまで育たないのであればある程度という、そうですね、はい、さあここは、はい、うわこれ最高、正解した、最高のリャンゾーを引いて先制リーチは6球ピンチーズ、チーズさんいいテンパイまでは組めてますね、はい、あとは積もるだけですね、ですね、はい、この6球ピンは山に、山に9ピンが3枚、これ ね、 これね 6 枚、6山ですね、6山の6球ピン、はい、3枚ずついます、これはどうだ一発目2ピン、うん、そして白ポッチも、あごめんなさい、白ポッチ出てるんですね、チーズが自ら切っているところです、はい、必要ないでしょうもう、まあ6枚もあればねはい、はい、って言ってるとむっちゃんとかがスルスル来たりするんですよね、はい、3人マージャンって、うん、むっちゃん来そうだな、どうすんだろう、ハルさんがねずっとこの想像が全く動かなくて、うん、まあ周りに全部持たれちゃってるからなんですけど、はいはいはい、キーに当たる部分、うん、例えばリャンゾーしかりですね、あこれで一個引いたけどって感じですね、この瞬間に引いたとてですよね、うん、これいやこれはしばらく一人旅、はい、なりそう、はい、現状、メンピン赤ドラ花ということで、積もるとハネマン結構高いですね、はい、先ほどね、バイマン放獣してしまったので少しでも取り返したい、確かに嘘入った、これでイーシャンテンはリャンピンは現物スーピン中筋なんですよね、もしかしたらおっとローピン引いて、リャンゾー切るとカン、あヘッドレスのシャンテンでしたが、これでリャンソーサブロソーカンスーピンのイーシャンテンですね、はい、ここは筋のパーソーを1枚押していきました、これ難しい、ドラ、ドラウーソースーピン中筋、
いや、両面になったが3ピンはどうなんだ。両層ですかね、筋の。はい、はい、これでむっちゃんも、まだいい3点続行。9ピン、あ、これでやめた。あっさりとやめた。あっさり。そして3ピンが頭になって、これは天敗です。むっちゃん来た。あ、ダマ点。現張りダマ点ですね。この老層は、はい、春目線どう見えます？相当目立つでしょうね。はい、これもう、あ、パーピン。うわー。パーピン。まあ、行くんでしょうけど。だから、これパーピンを切った以上はリーチをかけるっていうのも、そういうことですね。検討してますよね。行くんだったら、からぎりリーチの方がいいかもしれないですね。あ、つむぎリーチ。つむぎリーチ。現張りっぽいんですよね。あー、つむぎリーチすると。さあ、白ポッチはもう、いません。6球ピン対スッチーピンのめくり合い。スーピンはもう、ここに3枚で、チーズ1枚、スーピンはない、チーピンは ?1 枚、2枚 ?3。相当薄いですよ、これ。ローピン、うわぁ、え、これは、イースを通っている。うん、通っている、チートイツ、イーシャンテン。はい。あの、6山って言ってましたね、6球ピン。もう、いい感じに回収されてますね。ちょっと、白ポッチあった方がよかったんじゃないですか。あった方がよかったですね、これ。4枚くらい吸収されちゃいましたからね。そして、E ピンは、スモギーリーチをしたむっちゃんに対して通っていません。あ、もうなんか、もろですね。いわゆる現張りだとしたらっていうことですね。はい、はい、もう一番狙われやすいところですね、これが。だからまあこれ、中筋のウーソーも一瞬考えてるかもしれないですね。ダブドラですけど。ああ、ただ、これ、はい、さっきのその、現張り玉っていうことを考えると、ウーソーも軽々に切れないですよ。打った時が。相当ですね。相当高いですもんね。はい、さあ、これ、パーソーは通っている。はい。スッチーピンだってまだいる。いるんですね。スッチーピンが1、そうですね。チーピンが1枚、2枚、3。あ、ない。ない。え、これ6球ピンは今、また1枚回収されて、1山になりました。1対、いやー、これで、わー。全回収された。全回収です。これで流局。苦笑いですって、ジーズさんも。6山のリーチ、不発に終わって、ね、いや、ちょっとという感じはチーズ。テンパイの組み方までは、ですね、ここまでさっきスワンコといい。完璧でしたね。はい。そしてひたすらカジノブ苦しいですね。カジノブ、まあでも大きな失点がまだないから、はい、耐えてますね。もうここは我慢の時間帯。はい、はい、さあトンの2曲、日本馬引き続き親番はアルタイルジャパンむっちゃん、はい、こちらなんちゃのチーズ花ハイトが1枚抜いてこの形、ハイパーいいですね。いいですね。さあそしてシャーチャー、春はローピンがあんこになった。ペイもドイツ。ドイツ苦しいですね、でも。うん。あ、むっちゃん、これは非常にいいシャンテン。はい。言うことなし。軽くて打点もあって、あ、声、春が出る。ポンの声がかかる。あっという間のギャンウーピン。ハック、ドラーカ。あ、ペイ、ここから泣き返した。おぉ。さすがですね。これ、粘り。春さんの粘りってのはよく見たいですよね。後手を踏んだ時の。はい、まだウーピンだとマンガンですね。ウーピンだとマンガンですね。リャンピンだと今6000点という、はい、この親番むっちゃんの天敗、ね、花が3枚山に眠ってるんで、それがどこ行くかって感じですね、うん、あ、花2枚でしたね。失礼しました。はい、そしてここにもう1枚花がいった。これは今パーピンは通ったところですね。はい、あ、3ピン。多分、カンリャンピンにちょっと手応えを持ってますね。あの、むちゃのEピンが早いんで。多分、テンパったらカンリャンピンリーチするんじゃないかな。そうすると、いやー、これだけが恨みの範囲なんですが、ちょっと悔しそうですね、本人。3ピン1枚しかなかった。ドンマイ、しょうがないです。これはしょうがないですね。はい。リャンピン全部います。はい。あ、2枚。リャンピンは2枚。え、2枚。さあ、3枚、3枚ですね。さあ、さらに、ここに、ペア来て、打点アップは、春なんですが、ドラの老僧が出る、行く。はい。まだ行く。まだ張ってるように見えないですからね。ずっとつもぎりが続いてますもんね、はい、じゃあ。ポンした後に、ほとんど自敗、八王子杯つもぎってるだけですからね。なんか、もじもじしてるっていうふうに見えるかもしれないですね。はい、まだ天敗ではないだろうという読みが、もしかすると両者あるかもしれません。はい、いそう、うん。これも先ほど、春が通したところですね。はい。さあ、このリャン
無双なんで、ヤングピンなんですけど、はい、ヤングピン先ほど触れていただいた通り3枚、はい、あ、テンパイだ。そっちから行った。はあ、サブローソウルリーチ。ウーピンも3枚、はい。6枚いるんですよ。あ、これ春の手元に1枚いて5枚。5枚、まだ5枚。はい。サブローソウは、酸素1分の1発で春で1枚、春が1枚、ムッチャが1枚。ドラドラが、ローソウがもう、そうか、ローソウがもう3枚出てるの。2枚出てるので、そうですね。ローソウがもう、あと1枚か。3対5かな。3対5。はい。まあ、全然3勝つこともありますね。はい。なんとか初上がり決めたい。うん。どうだ。ただなんか、むっちゃん勝っちゃいそうな気がするんですけどね。あっさり。あっさり。あ、嘘。嘘。これは行きづらいけど、どうしようかな。でも、テンパイですよ。親のテンパイ。行くか。でも、相当ね、これ、リーチのね、皮が、相当筋切れてますね。てますね。ここは3ピン。そうですね。迂回するという判断。これね、まともな数字がリアンウッソ、サブロッソ、ウッパーピンくらいしかないんですよ。ね。あと3筋って思うとちょっと行きづらいですね。これでリカバーして、ウッパーソー。打点上がりましたよ、ウッパーソーの打点。上がりました。でも、残りは全然ないかな、これ。ウッパーソー、チーズに3枚。はい。パソバに2枚。2枚。これないですよ、順からですよ。順から。そして、このウーピン。はい、言ってたやつですね。さっきまで。うん、自ら上がり牌だったウーピン。どうするかな、これ。チーソーは通っています。ただ、それ以外、チーピンもキューピンも通った。そうなんですね。降りるならキューピンになるのか。まあ、一応これで迂回じゃないですけど、粘る形、はい。サブロソー残り3枚。そう、これ話にあった3筋の一つなんですよね。ああ、なるほど。あ、チーソー、チーソーか。チーソー現物。まあ、チーソー現物ですね。うん、これ、むっちゃんも、かなりダウン気味。ウーピン怖っ。通ってくれた。さっきまで当たりだったんです、その牌。ナイスリーチ。いや、リーチの威力ですね。です。ハルさん、手詰まってはないか。いや、チューン自分で切ってるだけ。1枚切れ。で、切るならチーピン。はい、現物は通ってる。取りそうな牌はいっぱいありますね。おーっと、酸素詰まり。メンピンツモ、赤赤花花。裏一。これで、倍万。倍万の2000。6000、1万は、8000、1万2000の裏ドラ1枚で、チップ1枚を獲得して、トン3局へ。嬉しい、初上がりが生まれましたよ、元両軍団のチーズ。嬉しい、初上がり。嬉しい裏一でしたね。嬉しい裏一ですね。倍万になるわ、チップ1枚取れるわ。もうこれでさっきの親バイ報酬も忘れますね。そうですね。さあ、トンの3曲ドラワペー。春、ソースの形がいい。そしてむっちゃん、花灰2枚。ああ、でもここも形整って、うわーっと、リンシャンからは3層ウーソを引いて。まっすぐ役灰行ってですね。はい。親場のチーズがちょっと見劣りしてしまうかなという印象ですが、愚形多めですね。愚形多め、自敗多めででも親ですからね、多少頑張りましょう。はい、初が重なったなんちゃの春。はい、うっちゃんいいツモしてるな。いや、ローピン、うん、いや、ツモが噛み合ってるとはこういうことを言いま す, す、ね、お急走これ。はい、まあ今チーピンだけ浮いてるじゃないですか、はい、の手入って、はい、これ本一に行く決める判断ってどこで決めてます、はい、まあ本一のターツがメンツ候補が足りるかどうかじゃないですかね、はい、今ね、自敗とイーソーが浮いてる状態なんで、そこをくっつけば行くでしょうけれど、あと原さん本一あんま好きじゃないって言ってましたね。あ、なるほど、はい、まあ、3人マージャン全部5が赤だから2色使った方が本一の3班とかリアン班とかよりも、うん、なんかリーチしておけば、あ、こういうの形ですね、これ で, ですね、はい、これで本一は見切ることになりそうです。いいシャーテン、ローピンがさらに縦になる。うーん、いいピンですかね、後継志向なら。そうですね、いいピンを切ると、まあ、どこが入ってもある程度量刑に、はい、なるということで、ここはいいピン、打点も高いですね。ペンタンピン、イペコ、ドラドラとか見えます。うん、テンパイ、カンロピン、迷わずリーチに行く先制リーチはカンロピン。そして追いついたカンロ、一番嫌なテンパイ。ただここは
追いかけた甘露ピン対甘露層の二軒リーチ挟まれたチーズ、これはいいピン両方の現物です。いや行って待てか、でも待てないですよね。待てないです、はい、リーチが入ってなければまだね、うん、転売取らずなんで。私おートロビン、うん、強い。いや薄いとこだったんですが、これは競り勝ちました。リーズも赤さん花羽マン4戦8戦のつま上がり来ました。さあカジノブ、ここから巻き返しなるかという難入です。難の一局、親番カジノブ春です。今の勝ったのは大きいですね。この競り勝ち大きいですね、はい、さあ花灰2枚、おたかぜのシャアがトイツ、ドラはイーソーです。ドライーソー、はい、はい、まあ、普通に進めてピンクのリーチ打てれば結構ハネマンくらいにはなりそうですね。なっちゃん手が軽いですね。さあイーソーも1枚は使えそう。なっちゃんもチーズさんも手は軽いんですけど打点はないですね。親リーチが飛んでくるとかなり押しづらい格好にはなってます。この後、ご覧いただくチーズの手牌ですが、はい、まあ、役牌の難が統一で、ここはさばけると、まあ、かなり転牌を早そうと、はい、さあ春ちょっと時間がかかると軽い上がりでかわされてしまう。おっとこれはうーん9ピンですか、まあ、素直にここは、まあ、二度受け、はい、フォローして外していきましたね。そうですね、まあ、一応イーシャン点ですけど、まあ、イーシャン点とあんま見る必要がない形でしたね、うん。さあそしてむっちゃんもペン3層が残っていますが、これで一応はイーシャンテン、はい、ハルさんはちょっともじもじしちゃってますね。うん、うーん9層あたり切っときます。いいピン、鬼ピンつもぎりこれですね。あーなるほど、うんうんうん、あテンパイだ。ペン3層これは迷わずリーチ、おーこっち持ってないからですね。ああなるほど、白ポッチ今これ白を持ってくると確定で白ポッチ、はい、そういうことです。はい、ペン3層のリーチ、おっとなお一本してスッチピのテンパイが入った、かわしに行くチーズ、原さん苦しい、いや苦しい、親番号かなり落ちそうです。さあ花灰抜いて、あもう一枚抜いて漫画になったぞ、急に漫画になった、全部行こう。これはしばらく行きますよね、チーズ。もう子供ですからね、相手は全部行っちゃうんじゃないですかね。はい、わあ、チーピン捉えた。いい上がり。チーズの上がり。なん、赤、花花、マンガンの上がりで、これで、2着に浮上しました、山本リオ軍団チーズ。はい。これ、ハルさんとしてもそんなに悪くはないですね。なるほど、落ちちゃいましたけど。あ、そうです、そうです。親は落ちちゃいましたけど、はい、多分、跳ね積もするくらいでもうトップに並ぶくらいの点数にはなったので、はい、全然悪くない横移動だったと言えますね。まあ、一番トップ目から取ってくれたということで、ここは、はい、そこまで、まあ、悲しむことはないと。全然です。はい。はい、さあ、ドラ、イーソー、ナンの2曲、ラス前を迎えています。おっと、チーズ、今、そうそう3連チャンの形になったんですが、その3連チャン、ローソー、ハルが、あんこ。3枚。カバー、いやいいシャンテンなんですが、これまあ、とはいえ3層9層はねいっぱいいますからね、いますね、全部いますね。何ポンして形を作る、あーこれチュン統一ですがどうしますか、はい、ローピン上がりやすさ優先ですね。むっちゃんは今何をポンしています、共通の、バカゼを、仕掛けています、はい、これで、形を決めたチーズ、春イーシャンテン、イーシャンテン、はい、現在むっちゃんがトップ目で6万1千点、はい、でおっと順位引いてサブロ9層、ローソーこそいませんが3層9層は全部います、つまり7山、はい、表示範囲に1枚あるんで7山ですね。6山ダメなら7山で曲げてやろうと6ならダメ、7ならいける、7ならいける、確かに白あんこになったむっちゃん、これはどこまでいく、ローピン現物、スーピンローピンのね選択が入ってますからね、想像ちょっと打ちづらいですね。まあローピンか、お、リャンピンちょっと通りそう、はい、まあピンズは選んだでしょということですか、そういうことでしょうね、はい。さあこれしれっとイーソー行きましたよ。いた。テンパイ。強い。
ウッパーピンのテンパイ、はい、これかわす、ああこれパーピン捕まってる、急速捕まった、あーこれは止まらない、チーズの上がり、リーチチューン、赤赤花花、裏ドラが乗った、1万2000きつい、1枚原さんもね、ここで降りちゃうともうオーラスがね、うん、厳しくなっちゃうんで、これは勝負いったんですが、ここを捉え切りました、山本亮軍団チーズ、はい、企業リーグ初参戦、山本亮軍団秘密兵器、はい、トップまであと1000点に迫ってます、あと1000点してオーラスドラ Q1、 逃げ切りたいアルタイルジャパンむっちゃん、これは今3万2000点差がついた、はい、カジノブハルは今2万9000じゃないですか、はい、残リーグ1000点、あの1万点単位の生産になっているので、はい、やむなしですか、いやもう絶対上がります、はい、1000点でも OK だし、できれば跳ね曲がるとプラス4枚なんで、なるほど、跳ね曲を目標にしたいかもしれないですね、でも無理だったら全然2000点とかでも OK です、はい、さあ各社の思惑巡るオーラスになりました、花灰が2枚になった、はい、もう打点とかではないですね、ここはもう、もう上がりフルマックスで守備ゼロでいきます、はい、チーズさんは薬灰のトーンが統一ですね、ただ残る形ちょっと重いか、うん、ただ周りもそんなにいい形ではないんで、うん、まあ、実はそうですね、このむっちゃんも残ってる形がペン3瓶だったりとかがネックになっていて、はい、ちょっと各社時間かかりそうです、急走、はい、ちょっと統一になった、これ嬉しい、いいピンか、はい、いやー接戦のラス、あーっとこれでカンチーソ入ってリャンシャン点ですね、一番素直にいきました、春いいシャン点、いいシャン点、こっちだって自分のチームの都合があると4トイツですね、これチートイツイーシャンテンなんですけど、あ、トイツか、ごめんなさい、はい、一応取ったか、一応というか結構強気に取ってますね、今ローソーを今外したんですね、そうですね、あの愚形の換算ピン残りでもいいってことですね、メンツについては、だから両ピンに手応えあるのかな、あ、今その両ピンちょうどチーズから切られたところ、はい、1通まであるテン、イーシャンテンになったのは、なんちゃの春、うーん、ウーピンが1枚切れでもまあ、まっすぐパーピンですね、はい、ここは一度1通も含めたイーシャンテンになります、はい、あ、これ、あ、これかなりチートイツ見てますね、シャアで2枚切れですよね、2枚切れだ、本当ですね、はい、これ地獄短期地獄短期、まあ、これでテンパイでカンウーピン、はい、一通のリーチ、白ぼっちいますいます、あ、ウーピンだ、一発キャッチ、あ、一度急走で止まるんですが、これ厳しいですよね、これ厳しいですね、ウーピンか、何かくっつけるか、自分で切ったウーピン、そうですね、まあ、横にくっつけばトン2枚いくっていう選択もありますね、もちろん、はい、むっちゃんは対応、あー、これはかなりウーピンになりそうだ、うお、スーソー、そういったウーソーが3枚見えてる、いやー、これウーピンにくっつけることができれば、はい、チーズ上がり目出てきます、出てきますが全然いないんですよ。鼻入れて。ポンだ、これポンじゃないか。ポンだ。ポンだ。ポンだと。ウーピンになる。厳しい。ここは、春の上がり、リーチ、一通、赤花。マンガンの上がりで、終局ということになりました。アルタイルジャパンむっちゃんは逃げ切りました。逃げ切りました。ギリギリ。最後、1000点まで詰め寄られましたが、最後は逃げ切った形になりました。ね、改めて最終スコアをお伝えしてまいります。トップになりました。アルタイルジャパンむっちゃんプラス、6万1000点。2着、初参戦、そのもう見どころ十分でしたね。はい、山本亮軍団チーズ5万2000点。
そして、最、しんがりになります。カジノブ苦しい展開続きました。春3万7000点と、以上の内容で終局しております。さあ、よりさん、はい、ご覧いただきまして、いかがでしたか？途中、いろいろあったと思うんですけど。なんていうかもう、むっちゃんとちーさんのインファイトをずっと、春さんが後ろで見てるって感じでしたね。春さん苦しかったですけど、まあでも、3万7000点のラストだったらまだ、まだまだ、ね、小さく、はい、進んだので、まだまだ。この辺りはもうカジノブの強さですね。はい、もうラスでも小さいところということで。はい、むちゃん良かったですね。展望を持ってからも、やっぱり粘り、粘り、うん、うん。積極的なね。です、はい。はい。やっぱり降りててもね、うん、簡単にまくられちゃうんで、はい。さすがですね。はい。さあ、ということで、この後勝利者インタビューへ行きたいと思います。それまでしばらくお知らせをご覧ください。2025残企業リーグ参加企業大募集。年間150万円で麻雀のチームを持ちませんか？企業の PR 効果は抜群。詳しくは概要欄から。さあ、ということで第36回戦終了しまして、トップ取りましたアルゼンチンのむっちゃん選手に来ていただいております。トップおめでとうございます。ありがとうございます。最後1000点差まで追い詰められて、はい、という。もう春さん積もってお願い積もってもうそれあとは眺めてもう耐えるしかなかったですね。はい、はい、まあ、今回の一番の見どころでいくと、トンの2曲の倍満の出上がりがあったと思います、はい、最後スーピンを、チーズさんが捉えたところですね、はい、あれ相手積もり数半個の転売なんですけど、あ、やっぱなんかあんこあんこしてましたよねそう、馬強がねあんこあんこするんで、もしかしたらというかリンチチ打った瞬間山に2枚でまあ、これいるわっていう。あ、そうなんですね。はい、E1 と3層のシャンポンくださいか。はい。危ない。なんですけど、なんとか競り勝って。はい。あの、2万4000を守り切ったゲームというふうに。確かに。見て取れました。はい。そして、オーラス、最後、まあ、先天様上がり競争みたいな形にチーズさんとなったと思うんですけど、はい、途中かなりチート率も強くシフトしたような感じの一打があったかなと思うんですけど、ローソンを切ったところかな。そうですね、ローソンのところ、はい、ちょっとメンツテにしてはちょっと中がブクブクしすぎてるんで、うん、あの攻めていった時に中チャンパに絶対切っていかなきゃいけないんで、はいはいはい、チートにしました。あ、なるほど、まあ、途中まあかなり守備を強く見ての、あのシャア残しとかもあったかなというふうに思ったので、はい、あ、そういう人だったんですね。ハルさんからリーチ来て、はい、両者から来た時一発も、何もない。チュンチュンもしょっぱいだったんで、はいはいはい、もうそこへ一旦持とうかなと。はい、はい、なるほど、ありがとうございます。いや、見事なトップを、逃げ切りでした。逃げ切りました。あまりトップの近くなかった。まあ、ほわっとしてるし、来る時もね。さあ、ということで、見事ね、第3節初戦飾りました。この後もまだまだ厳しい戦い続くと思いますが、引き続きの戦いに向けて意気込みをぜひ一言お願いします。せっかくなんで3連勝目指して頑張ります。はい、この後もまだ出ます。3連投です。3連投宣言出ましたさあ、引き続きむっちゃんの活躍期待したいと思います、はい、改めましてトップおめでとうございました。ありがとうございます。以上、第36回戦をお届けいたしました。ここまでご視聴いただきまして皆様ありがとうございました。